招待員が出てきました。こんなところから招待員が出てきたよ。あれ、こんなところから突然、いや知ってる、コメランで招待員どこ行っちゃったんですかってさ、もう大変な騒ぎだったんだよ。いや俺もさ、いや本州に来る台風が多かったからよ、高切れして流れちゃったかなと思って心配してたんだけど、こんなとこから出てきました、よかったよ。いや今日ね、俺もたまたまな、平日だけど訓練やっててな、でここに来てんだけど訓練で、いやー奇遇だな。で釣り道具持ってんの。いや俺もね釣り道具を持ってきたんだよ。じゃあね早速魚釣りに行きましょう。はい、やってきました、はい、夕方の大島です。やったー、取れた、取れましたかね、ちょっと写真あるんで、あ、あ、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、ありがとう、招待も、招待も、いや、いいね、あ、これ赤旗、おお、やったじゃないですか、まあまあ、牛さんの赤旗、おめでとうございます、ありがとうございます、なかなか釣れないんだよこれ、そうなんですか、これ釣るのは名人だよ、おお、すごい、石垣フグ、これ、石垣、これ美味しいらしいよ、俺もこの前釣った、あ、そうなんですか、料理編みたいな、うん、じゃあ私たちこれからちょっと行かなきゃいけないんで、はい、どうもどうも、ありがとうございます、どうもどうも、よし、よっしゃ、今回の我らの釣り車は何番か。これだ、花見、花見号だよ、花見号な、こいつを張っていつものようにニャゴラ号にして伊豆大島の釣り始まりです。よっしゃ着きました。じゃあちょっとここもね見てみましょう。お、全然静か、今はね、今は全然静かです。見てよ、どこで釣っても大丈夫みたいな感じだよ、うん、どうしよう、誰もいないし、タカトッポ好きな招待員の好きなタカトッポ、まあどこでもいいですよ、どこでもいい、どこにタカトッポ行くの、どうします、いやいや、どうしますって、まあ、しばらくぶりに来たんだから決めなさいよ早く、うんうん、この前焼き場行ったって言いましたもん、ね、行った、うん、高トップ行く、うん、じゃあ高トップ行きましょう、はい、はい、決まりました、はい、それでは久々高トップね、行きましょう、招待はもう本当になんか大島何ヶ月ぶり、ね、4ヶ月ぶりね、はい、もう深瀬のやり方忘れてんじゃないのかっていう、釣りが4ヶ月ぶりですやったやっぱりそうするとさ、なんかさ、もうビギナーにリセットされててビギナーズラッキーがあるかもしれないですよ、ね、あるよ、1キロオーバーのメジナが来るかもしれないよ、ね、頑張ってくださいよ、うん、よっしゃ、じゃあな、高トッポで俺も1キロオーバーを釣ってたな、宿のあそこの番付表にバーンと書かないとな、加算しないと、加算しないとな、よっしゃ、じゃあね、日暮れ前の16時42分、釣りを開始しましょう。
かかるのはなんかね、ポッパだな。まだね、明るいうちは。ほら、これだよ。あ、大きくない。そらーっと、ほら、この大きさ。これは口太だね。でもね、この大きさだよ。まあ、30あるかないかってとこだね。お、翔太員がなんか玉入れしてる。なんだ、メジナか。あ、メジナだな。結構40近いか。お、40ぐらいあるな。1キロありそうなメジナをゲットしてます。1キロありそう。微妙ですね。微妙、はい、久々だからでかく見えるけど。あー、40ジャストぐらいかな。ねえ、そうだね。口太、俺もさっき釣れたのなんか痩せこけた口太だった。ああ、ね、口太だ。あ、40あるな、これな。40はあるよ。ありますかね。あるある、40は、はい、うん、測ってみな。ジャスト40ぐらいだよ。ほらね、ジャスト40でしょ。あ、ほらね、本当だね。大体見りゃ分かるよ。やったじゃん、40ね、やったじゃないですか。おめでとうございます。1キロあるんじゃない。1キロ4ヶ月冷めた甲斐がありました。なあ、うん、ビギナーになってたんだよ。よかったじゃん。ね、1キロあるかもしれない。多分宿で測ってください。ましょう、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、なんか沖合でかかりました。なんかおっしょ、まあまあそんなに小さくはないが、そんなに大きくもねえか。あ、来た来た、来ました。なんだお前は。え、なんだよ、メジナか。え、足裏のメジナか。なんで。え、あ、なんか抜けそう。一応電気つけてみますか。ほらほらほら、電気いいよ。え、あ、メジナだ。まあ、あ、足裏ぐらいか。抜けるかな。抜いちゃいけないサイズか。まあ一応抜いちゃいけないサイズだな。たまに入れましょう。たまにね。はい、玉に入ったのは口太。あ、一応測ってみましょうか。はい、こうメジャー当ててみるとね、ずっと来て、まあ、36だな。36センチの口太です。まあ一応キープしときますか。あ、また同じ辺でかかりました。なんだ、今度は小さいな。あ、今度はね、小さいよ。すぐ来ちゃう。あ、突破か。なんだ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 お前は。あ、ほら、もう抜ける。一応電気つけますか。ほら、そらーっと。あ、なんかメジナじゃないやつだ。なんだろう。あー、これね、なんかこの笛吹き台の仲間だな。なんだろう、これなんとか笛吹きっていうんだよね。タマンじゃないんだよね、これ確か。タマンの子供かな、それとも。あー、ちっちゃいな。もっとでかいのがいいな。あー、またかかった。今度は結構近く。よし、なんだ。まあまあの重さだけど、あまり大きくないか。ほら、浮き輪もそこに出てる。なんだなんだなんだお前は。ほら、おお、あまり大きくねえな。ああ、30そこそこか。ああ、上がったな。まあ一応電気つけてみますか。なんだよ、し、潜った潜った。おお、電気つけたら潜りやがった、この野郎。だ、メジナだな。メジナっぽい。ほら、ああ、でもまあさっきよりかは大きいか。うん、ほら、まあ玉入れサイズだな。玉入れしましょう。あ、これはイスズミか。イスズミっぽいな。ほら、取ってると思ったらイスズミだよ。出たよ。さっきよりでかいと思ったらイスズミでした。やったねっていうか、やられたね。今1キロオーバーだな、これはな。なんだよな、がっかりです。あ、なんかかかりました、また。なんだよお前はよ、大してでかくねえな。あ、あ、でかくねえ。なんだよ、電気つけるか。メジナか。ああ、なんだかよくわかんねえ。一回抜いてみるかな。そらーっと、メジナじゃない、イサキか。お、イサキちゃんかな。おお、やったよ、イサキちゃんが釣れた。イサキちゃんだ、ほら、やった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 。まあまあの方だよ。ほらね、いい方ですよ。やったよ、
ようやく俺にも運が向いてきたって感じかな。またなんかかかりました。今度は走ってるサバか。おい、サバの時間になっちゃったの。なんかほらほらほら、バシャバシャってサバだな。なんだなんだ、せーの、そらー、ほらサバだ。結構太いわ。ほら引っこ抜いたな。結構太いサバだよ。ほらでかいよ。ほらね、やったっていうか初日だからな、これな。参ったね。でもまあしょうがないね。もうね、持ち帰りましょう。あー、またなんかかかった。よっしゃ、なんだ、今度はサバじゃないか。あまり走らない。よしよしよし、かかってきた、かかってきた。なんだ、サバじゃないな。サバじゃないよな。お、なんだ、なんだ、サバか。走らないけど様子を見たらなんかサバっぽい音。なんかちょっと電気つけてみますか。なんだお前は。おい、あ、虹な、イスズミ。おい、またイスズミかよ。玉入れサイズだなあいつな。まあ一応玉入れますか。はい、玉に入ったのはまたお前だよ。2キロぐらいありそうなイスズミ。なんだよな、本当にもう。現在21時。もうね、コマセがなくなりました。ダメだ、もう当たりもなくなった。今日の釣りはこれにて撤収しましょう。ノーカンです。それで今回の夜釣りでキープできた魚はね、この2匹、イサキとサバでね、もう1匹メジナがいたんだけどさ、36センチのあれね、タイドプールで生かしといたらなんかが持ってっちゃいました。多分ね、野良猫かイタチだと思う。しょうがねえな、もう取られちゃったよ。しょぼー。おお、帰りなさいませ。勝者、勝隊員が帰ってまいりました。え、勝者、チョーカーどうですか。ちょっとチョーカーを拝見。チョーカー、メジナ、メジナの1キロメジナとその他、なんかちょっと離れたところで釣ってたからね、チョーカー見てないんで。どうでしょうか。じゃ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 、大丈夫です。じゃじゃん。お、じゃじゃん、でかいのが。またこんなでかい。あ、これタマン、タマちゃん殺し、またやっちゃいました。今日なんかナイトダイビングしてる人たちがいたけど、あのダイバーのこれさ、結構さね、ほら、あ、まだ生きてるね。ダイバー人気なんだよこれ。絶対名前ついてるよこれ。玉代とかさ、玉吉とか。知らねえぞお前、ボンテッドされても。お前今にダイバーに囲まれて袋叩きにされるな。うわー、また釣ってます。それには蓬莱姫路も釣りました。あ、結構釣れたんだねあっちはね、やっぱね。うん、場所がちょっとポツッとですけどね。うん、全然な、でも環境が違うからな。あそこワンドになってんだよな、なんかな、ワンドみたいな。根と根の間なんです。あ、またタマちゃんやったか。でもタマちゃん殺し、まあこれはねダイバーには内緒っていうことでって言っても、多分視聴者の中にはダイバーもいるだろうから、きっとショータイムウォンテッドだな。知らねえぞー。ショータイムはこういうやつですからね、ウォンテッドしてください。うん、タマちゃん殺し。はい、晩御飯の会場にやってまいりました。で、勝者、ショータイム、はい、どうぞ。ビール、はい、祝杯ね。タマ 2.6 キロあったんだろ。はい、まあ、メジナはでも800何十グラムで、残念だ、40あったのにな。長さはあったけど重さはなかった。そうですね、私はちょっと今回はね、まあ、肩慣らしでイスズミに遊んでもらったけど、まあ、でもイスズミが釣れたから全然いい。準備体操終わりということで。準備体操な、ね、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。初日だからまだまだだよ、ね、行きましょう。イスズミ2枚あげた後のビールは苦い。うまいでしょ、うまいでしょ、そうですね、タマンとメジナスタートビールはうまい。そうだよ、絶対そうだよ。じゃあ行きましょう。遠慮なく言わせてもらう、うん、行きましょう。ほら出たよ今日これだ。あ、お刺身があるんだ。お刺身が
出ました。気持ちっていうか気持ちが、こんな気持ちが、あ、いやー、やったこれだよ。あー、見てくれこれ、カンパチ、カンパチ、これ便乗、便乗しますよ私は。おい、カンパチが、この間だって、2人と3人すごい、5人来たんだ。いやー、それにしてもアダンス、いやいやいや、こんなすごい、素晴らしい、これ食べるのもったいないよね。出た出た出たよ、出たよ、やりました、体調のおかげでね。いや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 、私はもう、いや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 、もうなんかもったいのうございます、もったいのうございます、もったいのうございます。島味、これ島味ですか？これ島味です。あ、やっぱり島味。あ、島味なんだこれ。あ、結構黒いのって島味だって。カンパチの、あ、失礼いたしました。の字がないですもん。失礼、あ、そうだね、ここにこういうのがないね、うん、失礼しました、俺は島味だよ、間違うんじゃねえよバカ野郎申し訳ございません、はい、じゃあ島味、島味ちょっと、早く翔さんも食えよ、早く、あ、島味、せっかく作ってもらったんだから、俺、いきます、あ、もう、もったいない味、私たちにはもったいのうございます。なんか、あ、今日いすずみしか釣らなかった私がこんなの食っていいんだろうか、ね、こんなの、これなんかもったいないよ、でもすごいうまいよこれ、やったよ、エビもあるしよ、エビね、イカもあるし、やったね、イカもあるし、マジね、うまい、なんかすごい超うまいよ、食ってみない、ちまとんがりすが入ってんのもいい、うん、ね、うまい、やった、翔さんは今日はたまんつったから、まあね、もう全然食えるから、これ俺はすいませんみたいな感じで、こっちの方からこういう感じで取らなきゃいけないね、これね、裏口からなんかね、本当そうだよな、いや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 、これはうまいよ、これうまい、やったよ、やったよ、嬉しいな、これいりましたよね、いや、最高だよ、でこう2時間のね、これがあるから、これ、はいはいはい、みんなが飲んでいい、ね、これみんなが飲んでいったら、ここの宿を出さないから、調べて、自分たちでね、どういう宿か調べる、すぐ分かるんだから、だってこのヒントが出るんだから、いろいろヒントがね、ヒントがあるんだから、それで調べて、これ来れば飲んでもいいし、このほらステッカーあげるんだから、これね、あげるステッカーがまたこっちについて、ね、ついてんだから、飲んでくださいってお願いしてんだからさ、まだいっぱい入ってるから、で今日は俺らが飲むからな、うん、俺らが今日は このぐらいまで飲むかもしれないけどななくなっちゃったらそれ終わりだから、うん、あ、はい、なくならないようにちゃんと入れとくから大丈夫だ、ね、二次会もあるし、飲んじゃったらここになっちゃうんですね、飲んじゃったら、うん、入れとけってこと入れとけってこと、いや、うちらが、ね、入れて、あ、そうだよ、うん、この前だって入れたんだ、来て、このぐらいしかなかったから、うん、だから入れたんだ、でその前飲んでくれた人がなんかこのステッカーがなんか入ってんの、これ、ホログラムがどうのこうのって書いてある、そうなんですよ、飲んでください、お願いします、ね、飲んでくれたらこうねぎらいのステッカーをあげる、普通酒飲むのがねぎらいなんだけどその、ね、飲んでもらって、ま、さらにこのねぎらいが、素晴らしい、ダブルねぎらい、ダブルねぎらいだよね、カモネギみたいなもんですよ、もうね、うん、ということなんで、ということで、まあ我々はな、これをな食わなきゃいけないから、もうこの辺で、この辺でな、ちょっとな、これ忙しいから、今日も残業だからって言ってるから、これで視聴者の皆様とはお別れです。はい、それでは皆さん、さよなら。私はね、とにかく今日は、いすずみしか釣んないから、こっちからこういうふうに食わしてもらうからね、裏口でこう食います。こういうふうにね、こういうふうにね、いきます。じゃあ、ということで、ごきげんよう。いつものように、この、マグネットにはゴロ貼って。